青森県青森市にあるショッピングセンターサンロード青森に隣接する映画館。ここでは当館の前身、青森松竹会館についても述べる。サンロード青森アムゼも参照1997年3月、サンロード青森アムゼの地下1階に青森松竹アムゼとしてオープン。当初は1スクリーンのみだったが、 1998年7月に,にスクリーン増設し、現在に至る。官名に松竹とあるように、主に松竹系の作品が上映されているが、近年は東方系作品の上映が多いほか、稀に東映の作品やミニシアター向きの方画を上映することもある。横浜佐渡子監督は自作上映の際に、 アムゼを訪れることがあり、2009年のウルトラミラクルラブストーリーでは松山健一と共に舞台挨拶を行っている。もともと市内中心部である青森市古川一丁目には青森松竹会館が存在し、映画館青森松竹いてみや味噌カレー牛乳ラーメンで知られる味の札幌などのテナントが入居していた。 アムゼ会館後も、小築会館は営業を継続していたが、市内に登場したシネコンの影響などにより2003年1月26日に、青森小築は閉館を余儀なくされる。それ以降建物自体は残存したままだったが、2012年、道館と同じ古川一丁目にある宝石店、パドーが取得。同年11月3日と11月4日に、 コスプレ撮影会イベントを行って以降、建物内の改装を行い、2013年5月24日に、ブラックボックスビルとして、グランドオープンした。同時期には、同志古川にある、奈良や劇場が、シネマリクトとなって、再オープンしている。ハット後に古川パークビル1階に移転し、味の札幌体制として営業中。ABCDEFG、青森アゼ。 港町キネマ通り、2017年2月27日閲覧。AB、昭和13年8月に、青森市寺町に開業した青森小畜劇場。青森太郎、ツイッター、2017年2月27日閲覧。松剣が、映画、ウルミラオ PR、青森、東日報、歴史をたどる、青森味噌カレー牛乳ラーメン普及会。 2012年11月29日閲覧。旧青森地区会館。セイスルーナ青森。2013年6月8日閲覧。ありがとうございます。